皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校5年生の算数、割合の求め方について、説明したいと思います。では割合を求める式、これをちょっと思い出してみましょう。割合はこれ、比べられる量、これを元にする量となるんですね。こういう式で求めるね、比べられる量割る元にする量、この計算式で割合が出てくるんでしたね。では問題1番、男子16人女子20人のクラスがあります。括弧1、女子の人数を元にした時の男子の割合を求めましょう。元にするのはもう女子の人数ということなので、女子の人数がここに来ます。で、男子の割合で男子が比べられる量になりますね。男子は16人ですから、16÷20 とこういう式になります。そうすると 0.8 と、男子の割合は女子の 0.8 倍と、割合で書くと 0.8 という小数になりますね。括弧2番、男子の人数を元にしたとき女子の割合はいくつですかと、こういう問題です。今度男子の人数、これが元になります。で、女子の割合ですから、女子の人数が、比べられる量になりますから、女子の人数割る男子の人数、20÷16 と、こういう式になりますね。そうすると 1.25 と、女子の人数は男子の 1.25 倍、こういう意味でしたね。割合は小数だけなので 1.25 と、これが、割合ということになりますね。はい、次いきます。四角にサッカーを8試合して6回勝ちました。勝った試合の割合はいくつですかと、こちらでは、ね、元にする量がどっちというのは書いてないんですけれど、勝った試合の割合を求める、こう書いてあった時には、勝った試合の数、回数が比べられる量になるんでしたね。ですから元にする量は、全部の試合数の8ですか。では式は、比べられる6回を全体の試合数8で割ります。そうすると 0.75 と、ね、そうすると勝った試合の割合はサッカー8試合のうちの 0.75、 こういう割合になるということです。次いきましょう。四角3番、5年生200人のうち眼鏡をかけている人が30人いました。眼鏡をかけている人の割合を求めましょうと、この文章の中にもどちらが元にする量というのは、書いてないんですけれど、眼鏡をかけている人の割合を求めなさいと書いてあるので、眼鏡をかけている人の人数が比べられる量になるんですね。で、眼鏡をかけている人の割合は全体の何倍になりますかと、こういう意味になります。では眼鏡をかけている比べられる量は30人、これを元にする量全体200人で割ります。そうすると 0.15 と、眼鏡をかけている人の割合は全体の 0.15、ね、この 0.15 というのは全体を1とした時、ね、0.15 という意味でもありましたね。よろしいでしょうか。まず今日は割合、ね、求める式を実際に使って問題を解いてみました。
皆さんはどうぞこの動画を参考にして教科書やドリルの問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。